はい、どうもこんにちは、山本和子です。はい、暑くなってまいりました。今ね、車内がもう32度ぐらいあるんですけど、今昼の1時ぐらいということで、今から今日はね、作業していこうかって感じなんですけど、今日やっていくのはですね、先日ちょっとこの吸音断熱材貼り終えましたんで、だいぶでも、これあるおかげか、この間より暑さマシな気してて、まあ、やらんよりだいぶやった方がよかったなって話なんですけど、今日はね、また この車も板張り、していくんで、その板張りするための、下地。それをね、今日はつけていこうかなってことで、まあ、多分下地ってみんなカットしてまうんですけど、まあ、あえてね、ネタがないわけじゃないんですけど、下地の方もちょっと動画撮りながらやっていこうかなってことで、やっていきます。はい。で、今回ね、使用する下地材なんですけど、16×40 の大きさの、これまあ短く切ったやつなんですけど、16×40 の、この木材。これなんて言うんですかね。タルキかなんかわかんないですけど、なんかそんな感じの。で、本来やったらね、もうちょっと 40×40 とか、なんか 35×35 とか、なんかいろいろあると思うんですよ。30×40 とか。まあそんなもええと思うんですけど、まあコスト削減ってことで、まあ下地材なんで、まあとりあえずそこに気があればええかなっていうことで、今回これ使っていきます。で、止め方ね、今からちょっとやっていきたいと思います。はい。止め方なんですけど、まあこういう風にね、針があって、で、まあこんな感じになってるんですけど、まあこういう感じでね、こう。こんな感じで、これまあ短いんですけどね。長さ、カットして、で、こうやって、止めていこうかなと。で、止めて、はめ板貼るときは、この、ここの、16ミリのこの面ですね。ほんまもっと太い方が割れへんかったりとかええと思うんですけど、まあこの面に、はめ板打っていこうかなっていう感じですね。まあ予算とかあるんでね。まあ、何も考えんかったら、そらバツい方がいいのはわかってるんですけど、まあいろいろ事情があるんで、まあ、この板でやっていこうかなと思います。というわけで、記念すべきね、1枚目の、下地なんですけど、まあちょっと、そうやな、この辺からいこうかね。500で切って、500か。ちょっとこっちの感覚ちゃうぞ、若干。大丈夫か。感覚ちょっとちゃうぞ、これ。は?大丈夫かこれ。ちょっとほんならあれか、マックスワンの左右にずれてる可能性ある。よし、とりあえず記念すべき1枚目1本目この一番後ろからねやっていきたいと思います。出っ張ってんやな。今何ごちゃごちゃ言ったか言うたら、ここがねちょうどソーラーの内側を押さえ合って外れへん、ちょっと盛り上がってて、ちょっとやりにくいっていうので、こっちにつけようかなと思ったんですけど、こっち側はこっち側で、これついてたんですけど、これなんなんやろな。これなんかボルトで止まってるだけみたいなんでね、外れそうなんで、これ外しますわ。12ミリかな。なんかね、ついとったんですけど、外れましたんで、これでいけるかなと。で、まだあかんちゅうんかい。今度こそ。ああ、いけるな。いけるけど、あれやな。めっちゃカーブきついな。邪魔くさいな。ここでこんだけラウンドしてくるか。ちまいよな。他のとこはね、切らんでもいけそうなんですけどね、ここだけね、ここだけ多分ね、後ろのとこなんで、ちょっと多分さらに R がきつなってんかなっていうことで、まあどうしようかなんで、ほんま切りたらいいんですけど、どうかな、ちょっときついかな。まあここだけやからええか。これでいきますわ。で、ちょっと最後だけ、若干低くなるんですけど、まあ、大丈夫でしょう。これぐらいやったら。というわけで、もうこのまま、いっちゃいます。まーす。
まあね、一旦ちょっと一番簡単なとこなんですけど、打ち終えましたというか、打ちました。はい。で、まあ、こんな感じでね、結構綺麗に揃ってて、まあ、まあ、車なんでね、多少、まあ、誤差はあると思うんですけど、まあまあ、まあ、あんまここ几帳面やっても多分キリないかなっていうのもあるんで、こっちから見てもらったらよくわかるんですけど、ここのね、隙間、ここだけまっすぐ張ったらもっと下まで来たんで、ちょっと、こうやって真ん中切りまして、だいたい一緒ぐらいの感じにしてますね。こんな感じで。こんな感じですよ。こんな感じですよ。はい。で、あとね、真ん中と、横も入れなあかんのかな。横はいらんかったかな。こうはいらんね。はめ板をこう貼っていって、こうやったら、うん、この真ん中と、で、この、ここが多分一番めんどくさいんですけど、ここやったらやっていこうかなって感じで、はい、やっていきます。というわけでね、天井の下地なんですけど、まあ、8割5分ぐらいできてまして、あと1割5分なんやっていう話なんですけど、ここね、ここだけちょっと足そうかなという感じなんですけど、まあ、こんな感じで、やったまあ、だいぶ、板張りやすいんちゃうかなと思いますね、結構。ここで、面出てるんで。いいんちゃうかな。結構ええんちゃうっすかね。こんな感じで。だいたい均等。まあ、完璧に均等にはできないんで。まあでも、どっちにしてもね、ここのコーナーは相当、貼るの難しそうやなっていう気はしてます。まあ、できたら、こっからずーっとこう、つながるようにね、行きたいんやけど、結構難しそうな気はしてます。で、ここは、もうこのままここに面に合わせてあるんで、ここに直接打って、ここでまたくぼんでくるんで、ここにまた、この、下地材というか、入れて、下まで、こういう感じでギュッといこうかなって感じなんですけど、今日はね、ちょっと、他のこともせなあかんので、先に他のことせなあかんので、今日はもうここまでかな。あと、まあ、ここ打ってって感じですね。で、できたら、ここの窓と、こっちの今塞いでるこの窓はこのまま使うんで、一番後ろと一番後ろでここが、断熱してまおうかなっていう感じなんですね。なんでここはもう板張らないゾーンなんですよね。こことここで、ここの半分、ここは板張らないゾーンなんで、他の部分でやっていこうかな。はい、今ね、一応下地の方がこういう感じでできまして、で、まあ、前から後ろまでザーっとこんな感じですね。まあ、下で作ることでね、もうこの木の部分やったら、もうどこでも、打つことができるんで、まあ、かなり、ええかなと思います。はい。ってな感じで、作業完了です。